Guys, welcome back to more Guilty Gear. We're continuing here with Chapter 2, Part A, Contact. どうなってる？地震もう4件も起きてるぞ。うん、しかも生命反応と爆発まで観測されてる。こいつは本当にただ事じゃないぞ。首都からの回答はまだなのか？自分で言いたくないけど、ポンコツ特化の報告だからね。適当に扱われてるかも。俺たちは税金対策か？国営だよランディ、税金は関係ない。なあ、この現象は千年に一度とか言ってたよな。前にもあったことなのか？言葉のあやだよ。滅多にないってことで。こんな現象聞いたこともない。じゃあ次に何が起きるとか、どこで起きるとかわからないのか？首都の環境測定ソフトにザッパスケールをプラグインできれば役に立つと思うけど、ここの設備じゃ難しいな。あー、もう本当にポンコツチームだな俺たちは。こんな現象が人の集まるところで起きればどうなる？それを未然に防ぐのが俺たちの仕事なんだよな。そんなこと言ったって、何が原因で何が起きているのか。俺に変われって言っただろ。だとしたらそれは今だ。お前のオカルトだの憑依だのって知識が重要なら、オタクだって笑ったことを謝るからさ。憑依？待てよ、どうした？そうだよ、憑依だよ。こうなったら資料を揃えて直々に報告するしかない。どういうことですかダレル。我々に相談もなくアサシン組織を吸収するとは。吸収はしていない、まだな。事後報告の日は認めるが、しかし事前に話したら否応なく反対しただろう。言い分はわかる。しかし君やレオが客観的な判断に欠ける事実も認めるべきだ。客観的な判断とは、暗殺組織を正義と法の庇護下に置くことですか？その口ぶりに自覚がないと言っている。そもそもこのような事態に陥ったのは、その法の番人たる元老院が原因ではないか。そして彼らの子飼いである終戦管理局もまた誇りまみれだ。分かっています。確かに私の理想論でそれらの組織を裁くには長い年月を費やしてしまう。爆発的に膨らむ犯罪者の心理に、その間彼らを養うための収容所と衣食住は全て国民の負担だ。ですが放置すれば彼らはチリチリとなり、やがて責任の追及は不可能になる。ジレンマか。カイ、大人になれというつもりはない。私も君と同じことをしているだけだ。ラムレザルを味方につけていることですか？そう、先日まで人類の敵だった彼女をな。これからの戦いは人類同士の小競り合いではない。少しでも戦力は必要だ。エル。エルフェルト。ラムレザルの姉妹ってことは、その子もバレンタインってこと？なんでそんなのを助けようとしてんのさ。エルフェルトがジャスティスと融合すれば世界が滅びる。残された時間も分かってねえ。
違うな。旦那にとって俺は何年の付き合いだかわからないけどさ、今の俺にとってはそりゃあもう長い付き合いなわけよ。何度も同じような時代をさまよって俺たちは会ってるかんね。何が言いて。仕事で人を助けるときはそんな顔しない。バレンタイン姉妹は人類の敵ではなくなったってだけだ。妙な勘繰りはやめろ。はいはい。それで俺にその手がかりを見つけてほしいって話だ。過去の時代から。悪いね旦那、今回は力になれそうにない、うん、確かに俺は過去に行って未来を変えたことがある。タイムトリップをしてね。今までは事故みたいなきっかけで時間旅行をしていると思ってたんだけどさ、どうやら違ってたらしい。無意識にコントロールしてたみたいなんだ。そう聞いた。どういうことだ。聞いてくれたんだ。俺はもう時代を飛ぶことはできない。待ちわびたよ、戦火は。やはり第三連王は実質的な利を重視される方でした。読み通りだな。今回はカイキスクに相談しないことが正解だったようだ。まあ彼らも我々の扱いには困っていたでしょう。暗殺組織と終戦管理局のつながり、これが公になれば糾弾されるのは政府ですからね。ではこれで。ああ、我々アサシンも民間の兵として参戦できる。一つ目のハードルはクリアといったところね。情報のパイプと入場券は手に入れた。それから？ベッドマンだよ、彼を打倒する。あなたたち本当にそればっかりね。彼に負けたことがそんなにショック？武勲として大きな意味がある。我々アサシンが再評価されるためには分かりやすく目を引く首級が望ましい。問題はベッドマンがどこに現れるかだ。それならば私にお任せください。彼が現世に現れればその場所を特定できるかもしれません。いつからそんな芸当が。このザト、今は割と万能チックです。黄泉の世界で知識という知識を得ましたから。ただ喧嘩がしたいようにしか見えないわよ。組織の再建が目的だってことを忘れないで。忘れてはいない。だが私の生きがいはミリア、お前だけだ。この作戦はお前の望みにつながると思っている。それで彼に勝ったらどうするの？三角帽をかぶってクラッカーでも鳴らす？レモネードも作っておいた方がいいかしら。うん、悪くないね。だがどうせならヴィンテージのブルドーを開けるとしよう。付き合いたまえよ、ザト君。喜んで。もっとも今の私には味の良し悪しは分かりませんが。残念だ。半世紀以上寝かしておいたとっておきでね。昔の君なら飛びつく一品なのだが。皮肉も通じないのね。でもそれなら私が付き合うわ。あなたたちのお遊びはどうでもいいけど、ワインには興味ある。ウェルダン、夜風につき。麗しき女性が揃えば宴の完成は疑念の余地がない。チーズに関してはベノム君の目利きが最も信頼できる。お声掛けいただき恐縮です。
しかし私は慎んで辞退させていただきます。うん。もう動くのかね。未練を問う気はないが、船出の前こそ花が必要ではないかね。状況は整いました。ですが結果が伴わなければなりません。そっか。では良き旅を。後のこと、座頭様のことをお頼みいたします。